アンダーソン少佐はここにいます。施設を調べてください。向こう側で合流しましょう。また捕まるなよ BT。 近道は全て避けます。マーダー大将が講演を行います。アークの分析に携わる全研究班は行動へ向かっています。あちこちで歪みが発生し、時間に亀裂が入っているようです。詳しいことが分かるまでは慎重に。幸運を祈ってくれ。幸運を。まだ決意を持ってミリシア軍を殲滅することで人類の存続を守れる。人々は明るく輝かし、しかし対極を見失ってはならない。ここで失われる生命は人類のやむことなき増殖によって保管されていく。断固たる決意を持ってミリシア軍を駆逐することで人類の存続を守ることになる。人々は輝かしい未来に向けて手を伸ばすことができるのだ。皆様お忘れなく、身分証明はただの機械ってわけか。また不審な活動を見かけたら、何があった？遺体の痛み具合が不自然ですが、銃で撃たれた者もいるようです。アンダーソンが生きているといいが。アンダーソンはベテランの SRS パイロットです。敵地での隠密任務を何度も遂行しました。ケンです。このエリアから私のデータ特性が検出されています。歪みの影響だと考えられます。興味深い。至る所で大規模な爆発が起きた痕跡があります。しかしタイムシフトを行ったあなたのヘルメットでは確認できません。アンダーソン少佐の遺伝子情報が確認できません。生存しているかもしれません。メインロビー受付の調査を推奨。私も同行したいですが、私のシャーシはドアをくぐれません。仕事にかかるか。すでにしています。3等ライフルマン以上の仕事をしています。アンダーソン少佐もきっと感心するでしょう。BT、 アンダーソンを見つけた。その天井に任務完了。
アンダーソン少佐と合流しました。笑えないぞ。冗談ではありません。パイロット、アンダーソンのヘルメットを解析します。アンダーソンの死亡により、特殊作戦217の指揮権はあなたに移ります。戦地昇進おめでとうございます。 SRS のサラ・ブリックス司令官がアンダーソンに行ったブリーフィングを再生します。アンダーソン少佐、2週間前に IMC の通信を傍受したわ。連中タイファンで何かを発見したようね。この地点で強力なエネルギーが放出され、奇妙な歪みが発生している。そこで SRS に向かってもらって、問題の施設に侵入してもらおうと思う。了解。手がかりを見つけ、グリズリー作戦で回収した手首装着型デバイスよ。守ってくれる。 IMC はクーベンブリスクを雇って、彼が率いる傭兵たちに何か重要なものを守らせてるわ。だから気をつけて。アンダーソン、私が死亡届を書くのが嫌いなのは知ってるわね。一人では行かないで。 SRS はチームよ。アンダーソン少佐が集めたデータは不完全のようです。我々には特殊作戦217を完遂する責任があります。手首装着型デバイスを見つけてから進みましょう。アンダーソンはつけていなかったぞ。遺体のもう半分にあるのでしょう。警備塔に亀裂を検知、アクセスを試みます。私はリング上の建造物をスキャンします。情報やデバイスの行方を調査してください。よし、また今度投げさせてやるよ。了解。可能性がある。了解。レーザーメッシュを起動。調査チームを送る。